され、そのことを決して忘れない、そしてこの戦争法制を戦争につながる法律だからこそ、私たちは反対をする、廃止をするための戦い、運動を継続する、そんな思いで、その後もこの場所に毎月19日前後をして、スタンディングを続けてまいりました、戦争をする国の平和を守る岡田の会でございます。おはようございます。一昨年9月19日に安保法制、私たちは戦争法制というふうに呼んでおりますけれども、この戦争法制が強行採決されたことを忘れずに、そして戦争につながる法律だからこそ廃止をしなければならない、そんな思いを持ち続けるために、そして市民の皆さんと共に考え続けるために、毎月19日前後にこの場所に立ってスタンディングをしながらお訴えをさせていただいております。長野県においては、この安保法制を廃止を求めるために、これは明らかに憲法違反であるから、違憲訴訟を、憲法違反の訴訟を起こそうということになりました。県内の心ある弁護士32人の方が弁護団となり、これもこれまでの長野県における訴訟では最大級の弁護団ということになります。そして原告団もすでに200人を超え、第2次原告団も今50人を超えようとしています。この第1回目の口頭弁論が2月3日に長野地裁で行われることとなっています。具体的に私たちの基本的な人権、幸福追求権、これらがこの法律が作られることによって、現在そして未来において奪われる可能性がある、だからこそ憲法違反なんだという訴訟を起こしたわけでございます。日本の法律は基本的人権、平和主義、そして国民主権が書かれている日本国憲法が最高の法規であって、仮に憲法違反の法律が作られた場合には、これは明らかに国民の基本的人権を損なっている、あるいは平和的生存権を損なっている、国民主権を犯している、こういう場合にはこの法律の執行を止めることができるというふうに憲法では規定をしています。だから私たちは、私たちの平和に生きる権利、幸福を追求する権利がこの安保法制によって奪われているから、奪われる恐れがあるから、憲法違反の訴訟を起こすことができるわけであります。2012年に作られた自民党の憲法改正草案というものがございます。この自民党の憲法改正草案を見ると、実はこの国民の基本的な人権、自由と権利を定めた基本的人権が公益および公の秩序の下で制限することができる中身となっています。現行憲法で基本的人権を制限することができるのは他の個人の基本的人権だけです。国の権力によって個人の基本的人権が損なわれてはならないというのが、実は現行憲法の根本原則なんです。なぜかというと、国を守るため、国民の利益を守るため、そんな言葉でこれまでの戦争が行われてきた。だからまず何においても国民の個人の基本的な人権を守ることを第一に考えれば、これは戦争をしてはならないし、そして人が人を殺すというような、そういった悲しい出来事もこれはやってはならない、そのことを大切にすれば二度と戦争は起こらない、これが日本国憲法の基
基本的な考えであるわけであります。ところが公益および公の秩序の下で基本的人権を制限することができるという自民党の憲法改正草案ができてしまうと、これは憲法違反であったとしても、あるいは国民の基本的人権が尊重されないような法律ができたとしても憲法違反だというふうに訴えることさえできなくなってしまう可能性があるわけであります。安倍政権の下で今憲法改正の議論も行われようとしています。特にこの通常国会の中では、私たちはこれはやはり憲法違反の法律だというふうに考えておりますけれども、共謀罪を含むテロ等組織犯罪処罰法がこの国会に提出が予定をされているそうです。これまで国会に3度提案されましたけれども、この3度とも廃案になったのは心で思っただけで、口にしなくてもまばたきしただけで、うなずいただけで共謀が成立し、懲役5年以上の600以上の罪について共謀罪が適用されるという戦前の治安維持法にも匹敵するような悪法がだったからこそ、これまで3度も国会で廃案になってきた。その法律をテロ対策のためだ、オリンピックのためだと言ってまたぞろ提出をしようと考えています。ところが中身を見るととんでもありません。テロ対策とは本当に名前だけの話で、中身はこれまで出されてきた共謀罪と全く中身は一緒、これまでの積み重ねてきた議論さえも踏みにじって600以上の罪について共謀罪を新設をするという中身になっています。皆さん、普段もしかしたらこんなことやっちゃった やりたいなんていうふうに罪に問われることが考えるかもしれません。でも多くの場合は良心があって、そしてこんなことやっちゃいけないと思って法律を犯すようなことをしない、ほとんどの場合はそういうことがあります。しかしそれが団体の中で恣意的にこれは組織犯罪を遂行する団体だというふうに警察が勝手に認定すれば、その中で嘘でも冗談でもそこで共謀をすればこれが罪となってしまうわけであります。じゃあ警察はどのようにしてその共謀の事実をつかむのでしょうか。それは盗聴です。盗聴によって共謀の事実をつかむ。すでにこの盗聴法は改正をされて、警察の権力が自由に盗聴ができるようにすでにこの法改正がされてしまっているわけです。まさに国民の基本的な人権を奪われる、それがこの共謀罪の本質なわけでございます。まだ国会に提出されていないだけに、何としてもこれを提出させない国民の世論を盛り上げていく必要があります。重ねて申し上げますが、すでに日本の法律では殺人あるいは放火、爆発物準備、こういった重大犯罪については共謀の段階で逮捕をすることができる、処罰することができる法律がすでにあります。そしてテロ対策に関わる問題についてもすでに法律はあるわけであります。もし穴があるとするならば、その穴を埋める法律を作ればいいだけの話であって、共謀罪を作る必要は全くないわけでございます。国民の基本的人権を損なう法律を作らせてはならない。そのためには国民自身が、私たち自身が声を上げていくしか、この国の憲法を守ることはできないというふうに思います。私たち戦争する国の平和を守る岡田の会は、一昨年9月